曜日知事の会見を始めます。本日冒頭で知事から発表事項がございます。それでは小永知事よろしくお願いいたします。はい、はい、さい臨時記者会見、ご案内をいたしましたところ お集まりをいただきましてありがとうございます。本日は副知事候補として、富川守武氏を選任をし、また政策調整官として吉田勝弘氏を登用することといたしましたので報告をいたします。お二人の件についてまず私の方でご報告をしてからご質問等にお答えをしたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。副知事に今回登用いたします選任をいたします富川氏は昭和60年に沖縄国際大学教授、平成13年に沖縄国際大学産業総合研究所長、平成20年に沖縄国際大学理事長学長、平成25年に沖縄県教育委員会委員、平成27年に沖縄県政策参与などを務められています。平成16年から沖縄県振興審議会の総合部会長として沖縄21世紀ビジョン策定にも大変尽力をされ、平成24年に内閣府沖縄振興審議会会長代理、平成27年に沖縄県アジア経済戦略構想を策定委員会会長を歴任するなど沖縄県の経済施策振興施策に精通をしております。また基地返還に伴う経済波及効果に関する研究など基地と経済に関する造形も深いものがあります。富川氏にはこれまでの豊富な経験と知識を生かしアジア経済戦略構想の推進など沖縄振興に力を発揮していただきたいと考えており、今回副知事候補として選任をしご快諾をいただいたところであります。次に政策調整官について報告をいたします。吉田勝弘氏、平成4年から平成6年まで金町議会議員を1期、平成6年から平成14年まで金町長を2期、平成14年から平成28年まで沖縄県議会議員を4期務められています。平成4年には金町議会米軍基地問題対策特別委員会委員長、平成14年から平成28年までに、通算して8年にわたり沖縄県議会米軍基地関係特別委員会委員を歴任するなど沖縄県の米軍基地問題に精通をしております。また昭和49年から53年にかけて上原康介衆議院議員秘書を務め対国との折衝交渉のノウハウを有しております。吉田氏には米軍基地問題に関する豊富な知識や行政経験を生かして沖縄県が抱える最重要課題である米軍基地問題に関し知事が特に命じる重要事項のほか各部局の総合調整を担っていただきたいと考えており、今回政策調整官として登用したいと考えております。以上副知事と政策調整官についての、その経緯をあるいは人となりを説明をさせていただきました。ご質問があればお受けをしたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。それでは質問に入りたいと思います。現代会社ではどうぞ。重ねてになるかもしれないですけれども、このお二人を投票するにあたってのですね、狙いとですね、例えばことを改めて、はい。新しい副知事を選任するときには、一つは今日までの前副知事の、この
中身ということを、あるいは今日までやってきたことも含めて、新しいまたステージでのですね、ものも含めていろいろ考えをさせていただきました。で、まあ、副知事にはその意味ではアジア経済戦略構想、今観光も物流もあるいはまた IT 関係、いろいろ沖縄経済が失業率も含めて有効求人倍率含めていい形で展開をしておりますが、まあ、それもアジアとのダイナミズムを取り入れてのいろんな形で今これから沖縄の発展があるわけでございます。その中で、まあ、富川さんにはこの基地の問題と経済の問題、特にこれから今までは人権もそれからいろんな基地被害、歴史、こういったこともまたこれからもそうでありますが、私の方でいろいろ説明をしてまいりましたが、この基地経済というものとそれから米軍基地との関係について、まあワシントン DC でもですね、大変しっかりした考え方を持っておられました。その意味では基地と経済両方にこの認識を持っている、あるいはまた活躍が期待できる方だというふうに思っております。また一方、基地問題は大変膨大である中に柔軟性とスピーディー性を求められます。基本的に、知事公室長を中心として、知事公室がですね、今日まで通り当然のことながら基地問題を担当してくるわけでありますけれども、やはり今日までもそうでありましたように非公式にいろいろ状況をしたり、それから突発的な事件事故等がですねあったりするようなこともありますので、そういったことから一つ基地問題にですね精通した人が政策調整官としておられた方が、いわゆる三役体制とですね、そういったものがいい形になる、あるいは知事公室が、今日までの膨大な基地問題をですね、抱えながら大変、みんな苦労しながらやっているものについて、また一つ補佐をするといいますか、そういったようなことにもつながっていくというふうに思っております。ですからこういったことを考えながら今、まあ、富川さんと吉田さんということでですね、皆さん方に報告をさせていただいております。いわゆる職務勲章上の本部としては、基地問題はそのどちらの方がリアルになることがあるのかということと、その、まあ、基地問題は重要な、まあ、現在の話なんですが、吉田さんをそれぞれ副知事につけるであるとか、そういったその考え方というか、中身のことか、政策調整官というポストで、例えば関係ない防衛省と、その、まあ、渡り合うときに、まあ、何をしたいくらいの所持を持ちで、はい、まあ、先ほども申し上げましたように、新しいステージの中で、この基地と経済というもの、それから対他府県というような意味でも沖縄県への、まあ、跡地利用を含め、あるいは沖縄振興策を含め、そういった誤解もたくさんある中での基地問題になりますので、そういう意味から言うと基地問題も含めてですね、基本的には富川さんがこれをですね担うということになります。で、ただしかし、まあ、今日こういう形で新しい副知事を選任をするわけでありますから、まあ、浦崎副知事とのですね今日までの、この何をどうこうというようなものは、基地問題は富川さんだというふうに思っておりますけれども、全体的にこれから調整をする部分は必要だというふうに思っております。ですから吉田さんにはそういう意味から言うと、まあ、過去のいきさつでも、そういった担当をして、いい形で県政が私から見ると動いた時期もありますので、政策調整官としてですね、特に知事が任命をすることと
それからスピーディーに柔軟にですね動きが取れるというようなことから含めて、ある意味で、富川副知事を支えてですね、この場合でも頑張っていく。それから各部局、今まで両副知事がですねやってきたものの横の関係等もですね、その意味ではこの総合調整役としてあるいは補佐役としてですねやっていけるというようなことも含めて今回2人を選任をし、それから任命をするという形になっております。それではその他質疑がございましたらどうぞ。NHK の島田です。知事、先ほどですね、吉田さんのお話の時にいろいろ非公式的に状況をしたりとか、突発的な事件、事故があったりする中でというふうにおっしゃったんですけれども、いわゆるこれまでその政治側との調整の中で、川村先生が非公式に状況をして、官邸との間で調整するといったようなことをやってきたと思うんですが、こういった役割は吉田さんに担っていただきたいというお考えなんでしょうか。基本的にはやはりそういった部分は多くなると思います。本当に沖縄県政、21世紀ビジョンのですね、基地も経済も福祉も離島の問題もと、本当に多彩なことに関して、大変重要なですね部分がございます。ですから、前副知事においてはそういった部分とすぐ呼び出されても行くというようなですね、そういったことも兼ねて、やっておりました。ですからいろんなことが想定されますので、まず基地問題という全般的には知事公室がですね、今日まで通りしっかりとやっていくわけでありますが、そういったこれからの想定される部分と想定されない部分というのはこのいろいろあると思いますけれども、いずれにしろスピーディーで柔軟性を持ってですね、国ともいろいろ話し合いをしやっていくと、そして何かあれば当然担当副知事が行きますし、私も行ってですね、補完をしながら一緒にやっていくようなことを想定をしております。それからもう一点なんですけれども、知事新しいステージでということをおっしゃっていたのですが、吉田さん過去に公明党総会派を組んでいたということがあると思うんですが、これからその新しいステージの中で、公明党とも新たな協力関係を作っていきたいですとか、そういった狙いもあるのでしょうか。吉田氏のこれ任命かな、についてはですね、そのような思いまではございません。ただ、こういうこととは関係なく、今ご質問のあったような、できるだけ、与党あるいは中間派のですね、ご理解も得たいというのはこの件に限らずやはり私の考えているところではあります。ですからこれから以降もしっかりとした、ある意味でオール沖縄のベースを持ちつつもですね、やはりそういったこととはいつもこの件に限る、この件というものですから、この件に限らずというのをしょっちゅう言うんですが、この件とは関係なくその思いを持っております。ですから吉田さんのことでそういったものまでつなげるというようなことではございません。今回その政策調整官を改めて設置するということなんですけれども、行政改革で以前この調整官を廃止したという経緯が過去であると思うんですが、改めて今回その先ほど質問にも出たんですけど、不自身にじゃあその吉田さんが出るということではなくて、この対象を作ったということが、そのあえて行政改革で廃止したポストを復活してでもプラスなんだという前提というのが判断だと思うんですが、その理由を改めてもう一度この2人と組み合わせを作ったということです。はい、沖縄は今本当に重要なステージに立っていると思うんですね。10年20年前までには考えられなかった経済の発展、雇用の安定、そういったこと等がある中で、新しいアジアの中で沖縄が日本とアジアの架け橋になっていくんだという新しいこの課題がございます。なおかつ基地問題はやはり大変重要であり、そのようなものを
今日までのいろんな出来事も皆さん方もよくご理解をいただけると思いますが、大変な時間とですね、役割をやっていかなければなりません。その意味で、この2つの両立、それから副知事としてはやはり基地問題を担当する副知事も必要でありますし、富川さんの場合には先ほども申し上げましたように跡地利用含め、沖縄振興策含め、それと米軍基地との経済的な関係、将来を目指すものというようなものでしっかりとした認識を持っておられますので、そういったこと等をですね、踏まえて、なおかつアジアの経済戦略構想というのも大変な、これは重要なことでありますので、この柔軟スピーディーというようなものはやはり吉田さんにやっていただく中で、担当副知事とあるいはまた私とあるいは三役全体とですね、相談をしながらやっていきたいというふうに考えたわけであります。今日の会見のテーマが福祉人事ということなので確認させていただきたいんですけれども、一部報道で現在の浦崎福知事の退任するのではないかという意向が示されているのですけれども、東京でも少し会見で述べられていたようなんですけど、改めて浦崎福知事の動線についてお伺いします。はい、一部報道で、何か意向というのがどういう意味合いを持つか分かりませんけれども、そういう報道がある中で、私自身は昨日もぶら下がりで東京で話をしたんですけれども、質問の趣旨に答えてですね、いや今日までもそんなことは聞いておりませんと、今までも聞いたことありませんと、今日もそういうことは聞いておりませんと、どうしてそういう形になったのか、私は理解をできませんということで、昨日ぶら下がりの記者会見で話をしましたが、まさしく浦崎副知事には今日までも支えてもらいましたし、一番私の思いをまた理解をしている副知事でありますので、これからも一緒にですね、やっていくということについては、なんだこの私たちで、話し合うとか、やらないということについて話し合うとか全くなかったということをですね、まず報告をしておきたいと思います。以上お時間ですので、もう一問だけ、毎日新聞さん、毎日新聞さんです。細かいことですけれども、副知事の人事案件を断定する時期はいつになるのかということと、政策調整官はこれは任命だと思うんですが、任命はいつになるのかということと、あと政策調整官では三役じゃなくて部長級ということでよろしかったでしょうか。議会への提案の時期でございますが、これは追加提案という形でですね、議会と調整して、これから、調整して提案したいということで、2月議会で、当初の議事事項につきましては、すでに8日にですね、議会運営委員会でご報告しておりますので、今回、追加という形でですね、議会と調整して、そういう議会の手続き同意を得ていきたいということでございます。それから、政策調整官の、採用期間を据えていますが、これにつきましては、まだ現時点でですね、いつということは明言はできないんですけど、採用に必要なですね、手続きいろいろございますので、そういうのありますけど、早期にですね、これも早急に進めていきたいということでございます。お時間となりました。部長級でございます。萩谷前副知事が、退任されての続きになっていて、その後任ということをいたしますけれども、萩谷副知事の、
問題といいますか、この疑惑といいますか、知事の疑いということがありまして、これはまだ、解消、解明されていないということになりますので、そのことについて、知事は、秋田さんとその後、お話になられてどうなっているのかということとですね、この秋田さんが、退任された、いろいろ混乱が、県内にもあったと思いますけど、この件が、この富川さんの就任、吉田さんの就任とは任命ということで、解消されるというふうに、知事はお考えなのかどうかということです。前副知事の、件につきましては大変、県民のですね、不安不信をですね、読んだということに関しては私は、再三再四ですね、県民の皆さん方に申し訳ないと、そして、そういうふうにならないような県政づくりをですね、していきたいというふうに話をしてまいりました。で、全国知事とも何回かやり取りをしておりますけれども、途中で訪米ということもございましたので、あるいはまた告訴というような、刑事民事のようなものも出てまいりました。そういう中で、この件についてですね、どうするかというのはまたこれからのことだろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、その今日まで 役割を担ってきたものを、さらにですね、新しいステージというものを考えながら、なおかつ基地問題をですね、しっかりと中央との意思の疎通もですね、努力をしながらですね、しっかりと解決していきたいという意味で、このような人事になっております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。